さて、日本には昔からさまざまな武道があります。今日の You は、日本から遠く離れたブラジルで剣術を広めている男性の話題です。先月29日、はるばるブラジルから来た男性の3人組が JR の肥前鹿島駅に到着しました。この中で一人だけ日本人のような風貌をしているこの男性、岸川ジョージさん、42歳。日系人の父と日本人の間に生まれた岸川さんは、ブラジルでは医師として活動する一方、日本に古くから伝わる剣術を指導する研究所を運営し、ブラジル人に剣の道を伝えています。岸川さんは日本で剣術の指導を受けるために来日し、その途中、母親の兄の家がある鹿島市に立ち寄りました。それで6歳から剣道を始めて、うちのお父さんが柔道をやってましたが、僕は剣道をやりたいということで、それで剣道をやり始めました。今35年になりますけど、まだまだ未熟なもんですけど、まだ頑張ってるつもりなんです。岸川さんが会長の二天一流武道研究所は、ブラジル国内に34カ所の支部があり、会員数は600人にも上ります。二天一流とは、剣豪宮本武蔵が実践などをもとに編み出した二刀流の剣術のこと。岸川さんは二天一流の免許改伝を海外で初めてもらったということです。日常生活に使えるものがたくさんあると思います。でもちろん武蔵先生の勇気、武蔵先生の兵法、宮本先生の精神をつかみたいと思って、今まで一生懸命練習をしてます。今回の来日は、武士の心を学ぶことと剣の指導を受けるため。岸川さんらは静岡や熊本など全国各地の道場で熱心に指導を受けました。先生方の教えをいただいて、ブラジルにブラジル人の人たちに侍精神と武士道精神を持っていって、日本文化をブラジル南米に伝えたいと。日本人以上に侍の精神を持つ岸川さんは、日本の伝統的な礼儀作法や人を敬う気持ちを、遠く離れたブラジルの地で剣術を通して多くの人に伝えています。はい、ブラジルのサンパウロでは、岸川さんが古武道の普及に尽力した功績が認められまして、岸川さんの誕生日を侍の日と制定されているそうです。あ、そういう日まで作ったということなんですか。そうですね、もうそれだけ有名だということです。本当にまさしく日本人以上に日本人という、はい、そういう印象ですね。はい。